2022年に観察した大鷹の動画を順次編集して連載中です。今回はその12本目となりますが、大鷹の枝折りの様子を紹介します。今回運よくですね、枝が折れる音も一緒に収録できてます。ポキッっていう音聞こえましたか？再度お聞きください。取った枝は巣の材料として使います。かなり大きな巣が出来上がってますね。外径は1メーターぐらいありそうです。また今度ですね、大鷹が巣にいるところを取る予定ですので、それを見れば巣の大きさを実感できると思います。最後に前後しますけど、枝折りをする前の葉取りの様子も載せておきますね。ということで、ご視聴ありがとうございました。なお冒頭にもお話ししましたように、2022年の大鷹の観察記録は順次編集して掲載中です。チャンネル登録していただくと、新しい動画を載せた際におすすめ欄に表示されやすくなるので便利です。ではまたの機会ありました時はよろしくお願いいたします。失礼します。